別のマスター。皆さんおはようございます。やることはたくさんあります。さあ冒険再開です。今各社様のおそばへ。ゆっくり見ていって。毎度ありがとう。定例報告は仕掛けどう連動しているのか各社様に確かめていただきましょうか。どのような結果も我々ポーンは受け止めます。
召喚に応じ屈辱の意を示せ。本物の各社か、まだ儀式が完了していないというのに。エルムント、奴を止めろ。こちらに近づけさせるな。それくらいはできるはずだ。今はファズス殿と話すことが大事です。各社に語る者に退いてみましょう。指示などなくても大丈夫ですよ。回復魔法を行います。一旦そのままで。なかったな、各社よ。さあ、そこで見ているがいい。虚しき繰り返し、そして虚ろの支配が終わる様をな。今儀式はなされた。竜は来たれり。竜だ。我が力によって竜の断りは崩れ去った。断りにとらわれた貴様には分かるまい。我らは解き放たれねばならぬ。竜の存在が全てを決定する下賤な断りから。真の像を取り戻すためか。あるいは奪われし王の座を取り戻すためか。貴様は己が意志で選択できる。我が手中にあるものを我への生贄とし、この場を去るか、それともここで我と刃を交えるか。哀れなる各社よ、さあ今こそ選択の時が来た。選ぶのだ。貴様が進む道を我に示せ。されば貴様は死を免れ王座を取り戻せよう。
この場を去るか、それが貴様の選択なのだな。Yeah.